北口ホーム読売ランド前駅は神奈川県川崎市多摩区西生田3丁目に所在する小田急電鉄小田原線の駅である。駅番号は O21。駅開設当時の西生田は現在の生田駅が東生田という駅名だったことから、1964年に読売ランドが開園したことから読売ランド前と改称される。 同駅より後に設置された、京王読売ランド駅と異なり、漢字が使われている。相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。上下ホームを連絡する、古線橋があり、エレベーターも設置されている。待合室は各ホームに設置されている。駅で入り口は、下りホーム側にある。上りホームには、無人の改札口がある。始発から午前7時までは、 下りホーム側の改札口も駅員無配置となる。2013年2月7日に行き先案内表示機が設置された。2020年度の1日平均乗降人員は25,932人である。小田急電鉄70駅の中では第32位。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は下表の通り。 小田急側からの読売ランド最寄り駅であるが、駅付近から運行されている小田急バスで約10分かかる。同じ施設名を駅名に含む京王相模原線の京王読売ランド駅は、読売ランドを挟んだ北側に位置し、道のりで約3キロメートル離れている。ありがとうございます。